突然なんですけど、皆さん、最近、またグロスゲー増えてない？いや、マジで多いよね。いや、これは絶対に言えると思う。本当に増えてる。というのも、やっぱディビジョン戦でね、今大体レート1890とか9900ぐらいを、もう行き来してるんですけど、本当にね、なんかね、あれ？なんかクロスゲー多いなって思ってたんですよね。で、今回も X 調べたりしてたんですよ。まあ、クロスゲー確かになんか弱体化入ってるみたいな話になってたのに、でも体感はね、クロスゲーの人増えてるんですよ。やっぱ、フィジカル環境になったっていうのもあって、まあ、何より、フリットとコレルが多すぎる。あと、ハーランドね。もうこの3人めっちゃいるのよ。もう、てかね、コレルかな？もうなんか、ネタ抜きでコレル使ってる人めっちゃ多くて。で、ネタ抜きに強いのよ、あいつ。クロスゲーだとやっぱ。ということで、自分もね、ガチでもう一回、クロスゲー編成してみようかなと思いまして。前回はリース・ジェームス、そしてその前は、カフーだったかなと思うんですけども、まあ、いろいろ探した結果、まあ、なんか、もっとね、数値的に欲しいなと思ったんですよね。もう、現環境でブースター2個つけれるんじゃん、最大で。だから、102とかいける選手いねえかなと思ったんですよ。そして、一応、いたんですけど、持ってなかったんですよね、自分。というのも、今シーズン登場の選手だと102は、いや、そりゃきついなと思って、いろいろデイリーボーナスとか回した結果、獲得できました。え？この選手、デイリーボーナスで獲得できる選手だったのみたいな。もう元々なんか、イーフトハブでいたんですけど、それなんか、どっからゲットできるのかわかんなくて俺。え、これなんか、登場選手、登場前のやつ、なんかリークみたいの見ちゃったんかなと思ったら、全然違ったわ。なんか出てきました。ということで、今回はそちらの選手を使っていきたいと思います。現環境、クロスゲーの、クロサーで、一番最適な選手、いや、現環境最高の選手、練習をしていきたいと思います。その選手がこちら。グラッパフラッパ102、史上最強、貴公子クロサーベッカム、過去30代超え。ということで、皆さんご視聴ありがとうございます。こんにちは、ドラゴンボールのビスエクソード、皆さんドラゴンボールで、ぜひチャンネル登録とよろしくお願いします。ということで、通算試合数2試合というのはね、PK のイベントで編成してしまったため、それはご勘弁ください。ただ、初仕様でございます。まあ、このね、2試合使って0ゴール、0アシストなわけないんですよ、このベッカムが。まあ、能力見てもらったらわかる通りですね、36歳ですけども、パスの能力が残っていると、よく言いますよね。監督が一番フリーキック練習上手かったよとか、まあ、例えば、ジダンとかね、マドリーの練習で一番上手かったらしいですし、まあ、ベルギー代表でもね、コーチとしていたアンリがね、もうデブライネとかもうどぎも抜かれてましたよね。めっちゃなんかもうミームとかになってるぐらい驚いてる顔ありますけども、そのぐらいベッカムも能力だけは残ってると。36歳でもパス能力は102なんです。いやえぐいだろ。いや、なんで役にまで行ってんねん、こいつ。ということで、マジでえげつない能力値してますよ。いや、パス能力以外にもね、普通にドリブル数値がもう全部70は最低限超えているし、まあ、このカーブ数値も102なんだよね。そう、実は100カーブ数値も102と。これやばいね。本当にえげつないですね。ちょっとこれもマジで。やば、こいつ。で、スミッションもしっかり79、76には乗っていて、キック力も96。もうクロスの威力も段違いですよ、他の選手とは。いや、これ待って。マジでやばくない？こんな選手、えぐい。しかもスタミナも97までいってんすよね。これやばいだろ。ね、最低限のフィジカルも70乗ってるし、これマジでクロス要因としては一番最高峰なんじゃない？もう最強でしょ。間違いなく最強だと思いますね。今まで登場してるベッカムよりも、もう能力値だけ見たらこっちの方が絶対クロスの精度いいしね。ということで、今回こちらのベッカム使っていきたいと思います。ね、しっかりね、スキル方もコントロールカーブ、ミドルシュート、スルーパス、ピンポイント、クロス。いや、これエッジクロスとかね、持ってたらね、さら、でもエッジクロスの方が、なんか決まんない説があるらしいからね、全然。エッジクロスとなんかね、バレットヘッド組み合わせて、バレットヘッド全然うまくいかなかったみたいなことありますから、全然ね、ピンポイントクロスだけで十分だと思います。ということで、早速今回はね、こちらの100に見せていきたいと思うんですけども、ブースターのね、動画もう一回ご視聴ください。はい、ということで、ブースターキャラクターやっていきたいと思います。もう狙うは一択。パスです。絶対に出ます。パスであれば、パス値100になる。パスポイ！うわー、ちょっと待って！こっち！はい、パスぶち抜きました。なんとランダムでぶち抜きましたよ。いや、これえぐない？これやっぱ俺もうこのベッカムに俺を使ってくれと言われてたんだなと思います。ということで、早速こちらのベッカム名称やっていきたいと思います。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。やっていきましょう。レッツキャベンディッシュ。はい、ということで、一試合マッチングできましたので、コンディションの方から確認していきたいと思います。ベッカムフードと、ただ、クローズがもちろんいいね。で、もう一人。いや、これ、ムアッペだけど、身長断念しな。孫工場か。じゃあ、孫入れとくか。孫、まあ、行こう。まあ、フィジカル上げたんだけど、そう、フィジカルエクステンしてるんで、この孫。めちゃくちゃジャンプとかヘディングも上がってるはずなんですよ。ということで、じゃあ、孫入れていきましょう。では、早速一試合目開始していきたいと思います。そしてね、さっきね、言い忘れてたんですけども、今回ね、メンバー編成に一つポイントがあります。はい。
クロースを入れてるんですよ。ああ、僕に正直にクロース、インターセプト3球で、このクロースを編成してる理由、皆さん、もうお気づきの方いるでしょうけど、ここでインパクト一回入れて、ここはさせんけど、はい。普通のね、クロースだとね、やっぱこんな風にタイミング合わないと思うんですけども、この、ショータイムのクロースを編成したことによって、パス能力が両方102のベッカムのパス能力がさらに上がると。なので、ね、クロースにはミドルとか期待してて、一回ミドルだけ打っとこうか。ミドル打っといて、ドーン！でもフラグ回収しすぎじゃないタイミング良すぎてか、そのミドルえぐいって、そのパスえぐい、ちょっと今のパスもえぐいけど、 OK、 ここでビッグも来て、ここからジャム縦に来て、ここからクロス入れて、素晴らしい、ここで決まれやんないんかい、ベリンガム決めていかないと、ちょっとね、やばい、あの情報量多すぎて、もう無料空所みたいになってんだけど、頭の中がもうもうまず、ね、ソンがパスでえぐい、ベリンガム決めない、ベッカムのクロスでえぐい、クロスのミドルえぐい、もう両方量多すぎ、いやー、ここインターセプトされたが、まずいモドリッチからここからハーストン、やっぱクロスが決めたらモドリッチも決めるんだな、もう黄金の中盤っすね。はい、再形成されました、ここでね。いや、マジかよ。この、いや、ミドルエグ。お父さん素晴らしい。で、こっからクロースのバフかけて素晴らしい。来た。こっからベッカムバフがかかってるよ。プラス、パスで、えげつないの決めてくれ、ソン。ぐわー、なんで決まんないねん。なんで決まんないの、マジで。頼むぜ、ソン・フンミ、お前。マジでそんなにしてんねん。はい、ということで、1試合目は、ベッカムのクロスから全然決めれなかったけど、ここ最後見て、ミッキーが決めていく、いや、ミッキー、やっぱミッキーなんだよな、結局は。ということで、なんとベッカムからのクロス初ゴールは、散々外し続けたソンではなく、初シュートのミッキーでした。はい、ということで、ここで1試合目終了と。まあ、マームザマッチは確かにクロスだね。パスもめちゃめちゃ通そうとしてたし、パス上手いし、ただね、まあ、ベッカムがね、なんか、エリア幅制限してんのに、なんか中入ってきたりとか、ソンが全然決めなかったりしたんで、2試合目やっていきましょう。OK、クロスもらってから、じゃあ、ここでサイドハタックの難しいから、ここら辺でギャップ通して、OK、素晴らしい。で、ここもう一回落としてからバフがかけたいからね。で、これサイドは出して、ここからグラパ出して、来た、ハラド、グラブリカワンチャック、おお、来た、ベッカムが決めて、いく、素晴らしい、ということで。いや、クロス決めたかったけどね。その前のハーランドで決めたかったんですけど、その後ね、ごちゃついて、キック最後はベッカムが自分で決めると。いや、素晴らしい、ベッカム初ゴールでございます。アウトスピン綺麗だったね。オッケー、ここでミッキー奪っていく。やっぱミッキー強いような玄関、今日えげつないですね、ほんとに。しようが。オッケー、素晴らしい。ハーランド奪ってから、立って入れてきた。あれ、クロスでバッかけよう。バッかけてクロス上げて、頼む、ここから決めてくれ、ベリカム、ゴーきた、いや、強くない、いや、めちゃめちゃ強いぞ、今。え、これだって2試合目でさ、まだ、ちゃんとしたクロス1回しか上げてないけど、これ一発目でさ、こんな風にバフかければ、もうピンポイントで届くし、これワンチャンあるぞ。やっぱクロス大事っすね。クロス1回挟むことによって、正確性が上がりますね。まあ、ただ、挟んでなくてもいけんのかな、いや、どうだろう、でもめちゃめちゃいい感じで、OK、2得点決めていくと、素晴らしい。OK、サンキュー、グブレイトル。じゃあ、ここからミッキーが逆サイド出して、コスタグレーならワンタッチ出す。OK、素晴らしい。で、ベッカムここ受けて、ベッカム1回音、うお、ブレイ、来た、これあるぞ。OK、バフかかってるよ、ベッカム行くぞ。クロス行って、これ行ってくれ。いやー、マジか、また何してんだよ、ソン。うわ、気に入ったけど。いや、途中交代でソン入れたからさ、いや、ワンチャンあるかなと思ったけど、無理なのかよ、ブソン、お前。無理か、ソン。ということで、ここで大江さん、ギブアップかな、これ。ギブアップっぽいですね。はい、ということで、まあ、通信生産で勝利したけども、まだ、もう正直、まあ、もう3アシストしたいのもんなんだけど、まだね、うまくいってないんで、3試合目、リベンジしていきましょう。はい、ということで、3試合目の後半ですね、やっていきたいと思います。正しい、奪っていいの。じゃあ、立って入れて、ベッカムから、オッケー、前向いて、一回クロース入れて、クロースから、待って、これ、一回、オッケー、落ち着いて、ここですぐに出さないで、自分でスペース開けて、ハーランド出していきましょう。で、ここから外を当てて、ベッカム、ここ自分でいけるか、ベッカム、お前ならいける、いける、いける、上げてしまえ、ベリカム、ゴー、やばい、相棒
ベリンガムだわ、これ。ベッカムの相棒は、ベリンガムです。ということで、いや、初めてじゃない、こんなにちゃんとクロスで綺麗に決まったの。素晴らしい。いや、もう1回しか決まってなかったのね、さっき。ということで、2回目か。2回目でございます。クロスのバフかけずに、今回ベッカム決まってきた、素晴らしい。ということで、ここから OK、素晴らしい。OK、ハーランドから OK、ベリンガム抜けて、もう1回出していきましょう。大丈夫か、これワンツーになるか、ワンツーになるか。いけ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 やばい、これ3アシストあるぞ、マジで。これガチである。 2-0 でしょ。で、しかも両方ともベリンガム、ベリンガムハットトリック&ベッカム3アシスト全然あるぞ。いや、マジである、これガチで強い、この戦術で。サイドを出してから、いやー、これさすがにきついか。ただ待て待て、落ち着いて落ち着いて、守備はしっかり、守備はしっかりだよ、守備はしっかりだよ。まずい、あ、これ終わったかもしれない。やばい、オッケー、クロース、お前えぐい。あ、ああはい、じゃあちょっと選手交代していきましょうか。いや、どうしよっかな。まあ、ポジション元に戻したんで、いや、損使、いや、カカ入れよ、カカ。カカをセカンドトップ起用して使うわ。ちょっと損はもう無理。もうこの試合で最後なんでね、損はさすがに多分きついですね。ということで、カカ入れて、まあ、身長あるんでね、結構やれると思いますので、オッケー、クロス働いてくれたんでね、これ変えていきましょう。オッケー、奪っていく。やっぱミッキーえぐいわ。これラストいけるぞ。ワンチャンで立てます入れて、ここでサイド出したら終わり。こっちでもう一回出す。来た、あるぞ、頼む、行ってくれ、カカじゃーかー。はい、ということで、結論、カカとソンフミンを許すな。ご視聴ありがとうございました。何してんの。